機は脳の右半球へと伝えられるため、その視覚刺激の名前を言語によって答えることはできないが、同じものを左手でつかむことはできる。分離脳は、脳にある二つの大脳半球を接続している。脳量がある程度切断された状態を示す一般用語である。この状態を生み出す外科手術のことを脳料離断術と呼ぶ。この手術が行われることは稀ではあるが。 大抵の場合は、難治性の転換の治療として、転換発作の有害な電気信号の伝達を減らすことにより、脳組織の物理的な損傷を防ぐために行われる。分離脳となった患者は、その患者の左視野に画像を提示された際、それが何の画像なのかを答えることができない。この理由は、多くの人々において、言語優位性半球は、左半球なのだが、 左視野にある画像は脳の右半球にのみ伝えられるためと考えられる。二つの大脳半球の連絡が切断されているため患者は右半球が見ているものを答えることができなかったのだ。しかし患者は左視野にある物体を左手で掴んだり認知したりすることができる。これは左手が右大脳半球によりコントロールされているためである。 初期の分離脳の研究は、ロジャース・ペリーによって行われ、マイケル・エス・ガザニガによって続けられた。この研究成果により、脳機能極在論の重要な理論が生まれることとなった。分離脳の患者は時々、自らの行動に対する合理的な説明として、作話を行うことがある。それは、本当の動機が、言語的にアクセスできない右大脳半球で、生み出されたため、 説明不可能であるからと言える。二つの大脳半球が異なる人格や目標を持つとする理論も存在する。以下のリンクはすべて英語になっている。ありがとうございます。